もう最高の未来をもう一緒に作るっていうのがすごい大事で、希望が絶対あるし来るし、このお家だったらこう私らしく生活していけそうだなっていうことを感じてもらえることがやっぱり大切かなと思ってます。その日私を迎えた時に2人で始まったところは3人になっていて、これからまたさらに未来が広がる。マンションで気づかれているその思いやりっていうのが、なんか人々が気持ちよく住む上ですごく大切なことだと思ってます。ご自身にとって大切だったことが、はい、やっぱりお客様にとっても大切で、はい、お客様に大切なものを届けるのがご自身にとっても大切。ただ同じマンションだけじゃなくて、やっぱその人たちと一緒だったからこうなれた、うん、Love and Peace な暮らしは世界の Love and Peace につながると僕は感じてます、うん、やっぱり自分がそれされて大丈夫ですかっていうことじゃないことはやっぱりやめようよって思うし、その世界のリーダーに言いたいよね。未来のハピネス、幸せなことってなんだろう答えは私の心の中、間違いないの。余裕を感じられるパーソナルな平和、家族の平和で、町の平和にそれがつながり、やっぱりつながってるんですよね、みんなこういう会った人たちもうなんか、まあ笑わせていったりとか、まあそういう感じ、まあ普通のことを、まあ普通にあんまり余計なこと考えないでやるっていう感じですかね